はいどうもバーチャルゲーマーキズナアイです。今日は60セカンドズリー、あれ鳥の声リオーストマイズドっていうゲームをやっていきたいと思います。なんかねこのゲームは今からもう60秒後にね、あの世界に核爆弾的な娘ものがこう落とされるから、それまでに家の中にあるありとあらゆるこう使えそうなものとかをあのシェルターの中にぶっこんで生き延びましょうみたいな、あーやばい、なんか銃とかないかな、こう斧とかみたいなゲームなんですけど、あーやばいよ全然時間が、ちょっと待って、あ銃みたいなあった、向こうか、ちょっと待って、これ何、水、スープ、水、やばい、銃だけ取りたい、銃、そこをなんとか、あ、いけ、よっしゃ、よし、問題はこっからで、今これさっきぶっ込んだやつがいっぱいあるんですけど、これ娘ちゃんとお父さんとお母さんなんだけどね、なんかこうレポートがあって、1日目、危うくシェルターに入れないところだった。メリー・ジェーンがチューバーを持ち込もうとしなくて助かったな。換気扇の音がひどい。ちょっと待って、ティミーはどこだ。ティミーはね、入れ忘れちゃった。シェルターの中にアイテムを貯めておこうとしていたのだが、もしものために残しておく代わりに備えておいたアイテムを使った方がいいのではという考えに至った。夕食にスープパーティーをした時もあったし、近所の人が危険なラクーンに襲われないようにライフルを担いでいた行った時もあった。アイテムを少し残しておいて本当によかった。あ、これがプラス1でくれるんだ。あの棚は缶でいっぱいだ。缶で腹を満たし、缶を枕にし、缶と会話をする。すでに缶と会話をしている者もいるようだ。やばい。なんとか全員分の水がある。節約して使わないといけない。息子は、あれなく、ちょっと私のあれで、ちょっと、なったんですけど、これもだから慎重にってことでしょ。あ、まだいけるのか、みんな。でもみんなまだお腹空いてないから、あげなくていい説ない？まあでもあげないとですよね。この状況下で正気を保つのはなかなか難しい。この状況がすぐにでも終わることを強く願っている。さもないと。今よりひどい状況になるだろう。何これ怖い。これで1日目が終わりましたよと。2日目、なるべく冷静でいれるようにしよう。この状況になれることは一生ないだろうが、一刻も早く助けが来ることを祈っている。助け来るんかね。人生とは困難がつきものだが、ドローレスはそれでも明るい。うん、そう言ってくれることが一番な。一番だ。テッドは何ともない。特に変わった様子もない。メリー・ジェーンは心配していないようだ。いや、心配を口にはしていない。まだみんなお腹空いてなさそうだから、ちょっと断食しよう。まだあたりは放射線量が高いようだ。病気になりたくないのなら荒れ地へ行くのをやめた方がいい。じゃあやめよう。どうすればいい？ゴミ箱は見るからに汚くなっている。いいように取れば見ると食欲が失せるので、食料は節約できる。正当化できる理由があれど、片付けておくべき理由は絶えない。あの緑色をした大きなゴキブリは片付けるべき最も大きな理由だ。でもないんですもんね。この生きてるみんな。あ、まだみんな、いけそう？でかい！しかももう一匹いる！で、二匹いるよ。いや、至るところにゴキブリが。もうダメだ！清潔感があったのはあの日の我が家。ん？あの日、ん？あったわ。あの日の我が家。今となっては懐かしいですね。ドローレスはとても元気にしている。おー、よかった。みんなのことちゃんと書いてくれるね。このシェルターの中では一番元気。デッドはいつも通り。メリーチェーンの機嫌を損ねるようなことは何も起きてない。お、いいね。あ、今日も、いやでも2日に1回は食べといた方がいいな。まだ高いって放射線量。やめよう。え？え、どうしよう。扉開けてみる？
原爆が落とされたのはきっとレッドのせいだ。開けよう開けよう。でも放射線入ってきちゃうかな。あ、増えた。あ、最悪じゃないこれ。シェルターの外にいる人物を当てることなんてできっこなかった。ティミーだったのだ。お、息子よ。息子自力で生き残ってたの。つえ、雑草じゃん。落ち着かない様子で巻貝について払い続けていたことはさておき、嬉しいニュースは確かに息子がね、来てたからね。薬もないもんな。食べ物はいっか。でも息子にだけに栄養をあげないといけないから、ティミーはダメか。ダメか、まだ高いもんね。あと1日経ったらもうちょっと誰かに行ってもらおう。え、外に逃げて以前のように歩いたり汚染された空気を吸えたらどんなに気分がいいのだろう。自由の香りが恋しい。どこか別の場所へ避難するべきか、それとも助けが来るのを待つべきだろうか。ティミーの顔が真っ青だ。いい状況ではなさそうだ。ティミーはまだ回復していない。高いけど誰かに行ってもらわない。もう一日ぐらい耐えれるかな。水はみんな飲んでもらって、いや断食、病人だけちょっと早く治ってほしい。長く生き残ればね、いいわけですから。あ、もう皆さんお疲れですね。ここでは何も音が聞こえない。頑張ればシェルターにいる隣、お隣さんの声なら聞こえるかもしれない。ティミーの顔が真っ青だ。ティミー、トリエルスは疲れてるわ。疲れてるよね、みんな。ご飯食べなきゃ。そういう時は水も飲もう。で、え、誰も行けないじゃないか。我々の領域を少しずつゴキブリが狭めても、ライフルはもったいなくない。放置で。え、風邪ひいてる。いつかはチャンスが巡ってくるだろう。だがしばらくの間はこの環境に慣れなくてはいけない。ゴキブリがいて我々がいる。やるだけのことはやってみよう。トローレスは疲れ果てており、回復するのにまだ時間が必要で、あれあれあれ、みんなあれ、誰も行けないし、これツムツムじゃない。一応これでちょっと次の日にかけるよ。以前の何気ない平凡な生活を妄想すると止まらなくなる。あの時は爆弾が落ちてくることはほとんどなかった。ほとんどなかった。あったんだ。でもこれで誰か元気になって、お願い。あ、あ、ママ回復してるよ。自由だった頃の生活を懐かしんではいるが、実際に待ち受けているのは残酷な現実だ。イエス。あ、ドローレス回復したって、メリージェンも回復したって。よしよし。ママだな。行く。明日の計画を出てするんだ。これいいのか。この地獄のような状況から救ってくれるとすれば、それは我々の政府だ。生きてんのかな。政府の悪口を言うやつはたくさんいるが、あいつらは誰でも批判するタイプか、共産主義者かのどちらかだ。我々は良き市民であり、税金も定期的に払ってきた。そう、きっとアンクルサムが助けに来てくれる。アンクルサム、基本的に政府には満足している。おお、まあそんなことはどうでもいい。政府がやってくるのだから耳を澄まして彼らからのメッセージを待とう。来てくれるかな。あ、でもこう塗りつぶされてるやつあるじゃん。ラジオとか薬とかそういうのも拾ってシェルターに入れとけばよかったんだね。必要となることがあるとすれば、このエリアで受信できるそうなんですよね。ラジオですね。ちょうど今思ってたんですよ。そうなんですよ。ティミー治らないよね、この状況でね。ドローレスとメリージェンは大丈夫。なんか男の子の方があれだね、体弱いね。よく言うね、なんか女性の方が体は強くて男性の方がこうメンタルが強いみたいなね。息子にスープを。外に行くのはママ。銃で持っていこう。ラジオを手に入れてさらにぐんと更新する。なかなかハードですね。これ助かる道もあるのかな。あ、ママいない。ドローレスは地上、あ、これ何日かやっぱかかるんだ。リアルに無事に戻ってくることを祈ろう。テッドはまだ疲れており、テッドー数日間休む必要がある。テッドが生き残るには水が必要だ。ございませんね。
ティミーの顔が真っ青だー。ティミー、あれだな、これちょっと命をこんな風にしちゃいけないんですけど、ゲームだから言うんですけど、ティミー助けない方が良かったな。くそー、元気な人に使いましょう。娘に生き残ってもらいましょう。原子爆弾が全てを吹き飛ばした今、電話の呼び出し音なんて過去のものだと思っていた。しかし爆発に耐えた公衆電話が今まさに呼び出し音を鳴らしている。急いで状況を取ろう。ティミーゴー。どうだった？ママ帰ってこないね。まだ電話に出ると相手から安堵の様子が伝わった。彼らは近くの町であるヒルバレーの製造者だった。我々が情報を共有していると回線が途切れてしまった。相手の方で何かがあったのだろうか。また連絡が取れればいいのだが、テッドはまだ疲れており、あ、もう何にもないんだけど、数日間休む必要がある。テッドは棺桶に片足を突っ込んでいる状態だ。今すぐ水を飲まさなければ。ティミーはもう一枚ブランケットが必要だ。ペイ。何にもないですね。何にもないですね。ゴキブリも何にもない。次の日行ってみよう。あ、やばい。ママ帰ってこないの。ママ。ゴキブリと暮らすことも意外と悪くない。枕や財布を取られたところで元々必要ない。しかし財布に何を使う？財布を何に使うんだ。それにしても臭い。テッドは顔を切り片足を突っ込んでる状態だ。テッド、あ、回復したの？あれ、あ、病状は回復した。なるほど。メリーゼー、水ー、ティミー、ないんですよ。何にもないんですよ。できることが甘かった。人間を甘く見ていた。人間はもっと頑丈なんだと、あ、思っていた。やばい。ママは終わり。何が原因かわからなかったが、これは核戦争では普通の出来事なのだと無視することにした。今日は少し体調がおかしいが、パイプのせいなんじゃないか、ん？パイプのせいなんかじゃない、そうだと願う。家に戻ると壁に奇妙な記号や汚い言葉で落書きされていた。扉にメモが貼ってあって、マーロンの支配地と書かれていた。マーロンとは何者だ。水なしで何日も過ごすなど無茶すぎる。テッドは脱水状態で死んだのだ。メリージェーンは水を一滴ももらえないと知り激怒した。怒ったまま外へ飛び出し、荒れ地へと向かい出した。いつか我々が後悔する日が来ると捨てゼリフを残し、水は自力で手に入れると誓った。今思い返しても背筋がゾッとする。ティミーはねダメだね。あれ、ママは？はいはい、2回目学んだ。いろいろ、あ、ガスマスクみたいになった。いろいろ、まず、こう食料、あれ、ちょ全然取れない、え、取れない、ちょっとやばいよ、え、取れなくない？あ、今から、よし、まず食料、これだってなんかここにガスマスクみたいなのある。これも、よし、ポン。息子拾って、これ食べ物、水食べ物。はい、じゃあ向かって、で、なんか食料も大事だけど、こういろいろ薬とか、何これ、本、トランプ、水、何これ、やばい、時間、人、ここにいる3人が無事だ。これから何とかやっていかなければならない。4人揃っていたら得意やまれる。ごめんなさい。このアイテムをシェルターへ持ち込んだ覚えはないが、まあいっか。いずれにせよちゃんと備えておくべきだった。これ何？あの棚はかんでいっぱいだ。
噛んで腹を満たし缶を、これをさっきと一緒ですね。水がある。よし。で、節約していこう。さっき結構使いすぎたかも。ゲームをしよう。子供のためだけにあるものではないのさ。ないのさ。少しでも退屈を紛らわすために好きな映画のワンシーンを演じてみることにした。どういうわけかカサブランカのワンシーンになってしまった。ドローレスに特に変わったことはない。みんな元気よしよしよし。というものもダメ、まだダメ。短冊生かしてみよっか。このマスクあるしで時間もかかるし、短冊行くまでに。狭い空間にいると喧嘩に発展しやすい。話していただけなのにいきなり言い争いとなってしまい、それがずっと続いている。この状況がすぐに終わることを願うだけだ。ほんまそれだ。あ、喧嘩終わった。よかった。必要なものはドローレスのための水だ。あ、みんな水がですね。ピミはリンゴジュース欲しいのね。息子にじゃあリンゴジュース探しに行ってもらって、息子にだけ水。間違えた。よし。放射線多いからね、これ。マスク多分役に立ちそうな気がする。いいよ、この前よりはいい展開じゃない。ティミーはアレツへと旅立った。もし彼が戻ってこなかったら我々はどうすればいいというのだ。え、戻ってきてくれるよね。よし。ん？あ、誕生日2週間前のはずだと思っていたが、実は今日であった。よく日数分かったね。あ、ちゃんとなんかピピしてんのか。シェルターにいる女の子にはどんなプレゼントがいいのだろう。今はちょっとトランプしかないので許してください。でもね、プレゼントあるよ。やった。ハッピーバースデートゥーユー。ヒュー。あ、トランプ大好きやった。トランプでゲームをすると思っていたのに、いきなり占いをやり始めた。メリージェーンは占いで我々には分からなかったこの世の末の原因が分かるかもしれない。え、すごい。お腹はみんな案外いけるのね。シェルターで暮らし始めてからずっとバタバタと忙しくしているというのに、一向に仕事が終わらない。仕事何してるの？外へ行けるのなら庭の手入れをしてみたい。そういうことがやりたい気分だ。そうだね。息子よ、まだかい。遠いところに引っ越すのも悪くはないかもしれない。新しい仲間もできるし、たくさんの人に出会える。まだまだ生きている人がいればの話だが、メリー・ジェーンの食事は少ない食料では賄えない。ドローレスは元気でやっている。お、すごいね、ドローレス。まだいける。我々の隠れ家に知らない男性が近づいてきた。かつては会計士だったそうだが、今では商人だと。ギャンブルに興じていると話した。日本の水のボトルをかけてトランプゲームをやろう。待って、でもこれさ、負けたらね。いや、でもやっぱり失わないと得るものもございませんから。水増えてる。増えてる。いえ、ふふふふ、幸運の女神は我々応援だよ。だイエイ。そう、このギャンブルに勝ったのだ。彼は肩を落とし、約束の品物を差し出した。いいやつ。あ、水をね、先にね、水をね。勝ったしね、よかった。これ何ね、誰かに見られていると感じたとき、なんとも気味が悪い気分になる。シェルターは大きくない。だが、こんなにも落ち着かない気分になるとは。クローゼットを見てみたが、誰も隠れていなかった。我々の他に何かいるのか？ネズミやなんかの類か？でも何にもないんですね。息子そろそろ帰ってきてもいいと思うんだけど。帰ってきた？今、扉開いた感じの音してる。あ、お帰り。あ、やるじゃん。え、すごい。え、天才か？ふさふさしたネズミを殺そうと、ヤッキーになって探しているうちに、いなくなってしまった。スープの缶も同時に消えたようだ。わからないのは、あのドブネズミがどうやってこの小さな穴に入ったかということだ。缶一缶も持ってくの、ネズミ。ティミーのことをとても心配していた。だが、あれ地から帰ってきた。以上、もう安全だ。よっしゃ。トマトスープ以外の食べ物さえある。この世紀末には、週末期には本物のごちそうである。中に入ろうとしたその時、醜いひどい音に立ち止まることになった。何か重たいものが空から落ちてきて、
え、店を粉砕してしまった。咳が収まった後、我々が見ていたのは宇宙船だったのだ。ティミーの漫画通りだ。え、もしや火星から来たお頭？え、大東人かだとしたら、どうして船船体に、あ、星のあのあれね、アメリカの国旗とアストロシチズンとかいうロゴが書いてあるのだ。潜伏なのか、高骨なエイリアンだ。え、宇宙船の鉄くずの下にくたびれた古いテリーベアや物資を見つけた。クマはがっかりして見える。我々は彼を後ろに向けた。見通すようなボタンの目が我慢ならない。あ、水と食料が2。でも食料1個取られたから、まあプラス1。誰かが大きな靴下にさまざまな物品を詰めていた。どうして靴下が衝突の衝撃に耐えたのかわからないが、中の物資を保護していた。これ何？鍵？瓦礫の周りに転がっている宝石類を拾おうと思ったが、それで何ができる？代わりに宇宙メットにはまっていたおかげで生き残った物資を持ち帰ることにした。これ薬。いいね。結構ね。うん。車でこの悪夢から逃れられるのではないだろうか。当然ほとんどの自動車は完全に焼け落ちているが、しっかりした土台があり、十分なパーツをかき集めることができれば自分たちで車を作れるかもしれない。今後の探索では目ぼしいものを見つけていこう。ほう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 、ここだね。ちょっと空腹上。ママ強いね。もうちょいいけるね。外に出よう。あー、ラジオな。この小さな空間の中で腰を落ち着けて座っているのか、それともこの汚染された荒れ地から逃れる方法を考えるのか。あ、これ見たね。あの共産主義者たちが、立ち目がこんなに善良な市民を、あ、違うか、そうするなんて誰が想像できただろうか。ここから逃げ出そう。この町やこの土地を見捨てるわけじゃない。我々を助けてくれる人たちがいるはずだ。目や耳に神経を集中させたい。大事よな。拾ってきてくんないかな。ママほんと強い。ピンピンしてんじゃん。かろうじて意識を保ってる状態だ。食べよう。これで、で、ママに言ってもらいます。薬。え、何がいいんだろう。だ、このバナナみたいなの何かな。もうなんかあのあれだよね、放射線は大丈夫そうだから。本持ってってみる。ママ行ってらっしゃい。ドローリスは地上へ向かう途中だ。おうおう、祈る。お腹空かしてる。まあでもまだいける。空腹は満たされた。あー、水ね。メリージェンに水。喉がカラカラ。空腹。まあでも回復してもらわないといけないからね。チリリリリン、チリリリリリン。外のどこかで電話の呼び出し音が鳴っている。この呼び出し音を聞くのは初めてだ。通りの向かう側にある電話ブースからだが、受話器取ろう取ろう取ろう。メリージェンに行ってもらおう。どうだったかな。電話に出ると相手からは安堵の様子が伝わった。あ、一緒だ。彼らは近くの町であるヒルバレーの生存者だった。我々が情報を共有していると回線が途切れてしまった。相手の方で何かあったのだろうか。また連絡が取れればいいのだが。そうだね。あ、満たされて、メリージェンお腹は空いていて、まだいけるかな。この小さなシェルターでは匂いがすぐにわかる。換気口はあるが、それでも匂いの逃げ場がない。壁から一つブロックが落ちていた時にできた穴から異臭が立ち込めている。この穴を調べて匂いの元は何なのか調べるべきだ。何だったら調べましょうだね。話しかけれた。よしよし、さっきより全然いい感じ。爪や他の生き物が出ていることを警戒しながら穴の中を覗いたが、何も出てこない。あ、代わりにトマトスープの缶を盗もうとしたネズミの死骸を見つけた。きっと取り損ねたのだ。我々はネズミより運が良かっただけなのだと思い、死骸を空き缶の中に収めて埋葬。
ありそう。埋めた。メリーゼーンお腹を空いているティミはもう少し休む必要がある。ティミに水を飲ませないとダメだ。もういけるね。街角の店がまだ残っていないか様子を見に少しだけ外に出た。闇の中からうなり声が聞こえ、すぐそばに野蛮な目が見えた。判断は一瞬のうちに下さなければならなかった。え、どういうこと。回収リント死なない。え、大丈夫かな。13日目。我々の後をつけているものが何か。懐中電灯を使って確かめてみた。なんとそれは犬だった。疲れ切っているようだったので一晩休ませてやった。あやだしい。朝外に出したがまだ戻ってきていない。また会えることを願おう。これでね、なんか恩返し的なことをしてくれたりするのかな。案外いけるね、持つね。あ、なんだ。自由の名のもとにドアを開けろと外から叫び声が聞こえた。誰が自由を語っているのかわからないが、どうやら集団で武器も持っている。開けて殺されないかな。食料とか持ってかれんのかな。え、どうしよう。開けない。大丈夫かな。あ、生きてるじゃん。彼らが立ち去るまでイルスを使うことにした。彼らが誰だかわからなかったのでこの判断は正しかったのだ。手に回復した。おめでとう。空腹。ご飯食べよっかじゃん。今日はハロウィンの衣装を身にまとった医者に出会った。彼らはこの荒れ地で怪我をしていた人たちを治すために場所を譲り渡り歩いているらしい。彼らが抱えている問題はビッグフットのような生き物にアイテムを食べられてしまったことらしい。そこで彼らは過酸化水素の予備を持っていないか尋ねてきた。水をあげる。助け合いがね、必要ですからね。比較的綺麗な水は持っている中で一番過酸化水素に近いアイテムだ。彼らも喜んでいた。よかった。水を飲まさないとダメ。あー、ラジオないんですね。ゆくゆくは脱出しなければならないんですよ。可能であるなら安全な場所へ向かいたい。我々の望みは勇敢な兵士たちがやってきて誰にも見つかることのない備蓄もたっぷりある政府のシェルターへ避難させてもらうことだ。軍のシェルターはあるはずだ。連絡を取りたいですね。あ、ママ。お。え、何これ。やば。必要となることがあるとすればこのエリアで受信できるそうなんですよね、ラジオがね。おかえりママ。誰にも手をつけられていないものを探すなら地下鉄の駅はいい場所だと考えていたが、すでに先客がいた。彼らは弾薬をお金代わりに物をやり取りしているようだ。そして悪党というわけではないが他人の干渉を避けている。この辺りを歩いてもいいか聞いてみることにした。水を汲むチャンスがあるならいつだって汲んでおきたいものだ。化粧室を見つけた際は必ずチャンスを利用する。どんなに汚染されていようとボトルに水は汲んでおいた。ありがとう。トマトスープ缶の自動販売機を見つけた。小銭は他のズボンに入れっぱなしだったが、ここはありとあらゆる手段を使って缶を手に入れた。ありがとう。これ何これ。あ、殺虫剤ね。ありがとうママ。住んでいる人たちはいわゆるバリケードとしてバッグやバックパック、スーツケースなどを一箇所に集めていた。その中から良さそうなスーツケースを選んだのだが、一つ抜き出そうにもトランプの城から一枚抜き出すようなものでなかなか神経を使う。なんとかバッグの山を崩さずにスーツケースを抜き出すことができた。おお、すごい。これでなんかいっぱい持って帰ってこれそうだよね。すごい。探索を続けていれば運が開けるだろう。ドローレス、病気で倒れた。ここでですよ、これを使う。んー、ママかわいそうだからご飯あげる。それに出よう。え、何。ウィリーと名乗る旅の商人がシェルターを訪れた。まだ別にいらないな。大丈夫です。うんうん、よしよし。ドローレスはまだ疲れており十分な睡眠が足りていないようだ。あ、病気治った。よしよしよし。必要なのは水だけだ。よし。優れたスカウトのようにこの環境下でティミーは最善を尽くしている。とても元気そうだ。あ、いいね。ティミーは全然平気そうだもんね。ティミーでカバンかな。
カバン。あ、他にも何個か持っていけるから、懐中電灯。よし、ティミー行ってらっしゃい。旅立った。口にしたいようだ。まだいけるね。うんうん、まだいける。よし、空腹でもいっか。これまだあるし。以前ナイアガラに行ってあの滝を見たいと旅の計画を練っていた。しかしシェルター内で滝が見れるとは思いもしなかった。え、半数のパイプが破裂してシェルター内に水が入り込んできている。アイテムを守らなければ。トランプしか守れない。あ、水大丈夫。生き残ることとポーカーは必死でやると決めている。なのでトランプだけは必死で守った。一枚もカードは濡らさなかったが、他のアイテムは水に沈んでしまったのも不思議ではない。まあでも大丈夫そうだね。扉をカリカリカリッと引っかく音がする。あの犬が戻ってきたのだ。放射能で巨大化した。野獣が待ち構えている可能性など考えずに急いで扉を開けた。犬あげる、スーパーあげる。よかった、ワンタン生きてた。なんか絵が増えている。しばらくするといつも通りのおとなしい犬に戻っていた。スープの中に何が入っていたのかはわからないが美味しかった。犬に名前をつけようということになった。名前はパンケーキに決まりました。パンケーキは一日一緒に過ごした後、明るい朝どこかへ消えてしまったの。また戻ってきてね。ドローレスの喉が限界だ。空腹はまあいいでしょう。何もないんですね。引っ掛け傷大丈夫かな。ひどいことになっているって。なんとかないな。ご飯もあげとこう、治るように。なんかコン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 って、あ、ママ娘たん、あー、そうだよね。ドローレスの体調は悪化してしまったようだ。そうですよね、病気になっちゃいますよね。病気食べれば治る。今朝ドアの階段で手紙を見つけた。そこには名前がなかったが、時間と場所が指定してあり、今晩会えないかと書いてある。さらには我々は友好的に接したい、銃などを持たない人間を一人よこしてくれという文章が添えられていた。誰がこんな文章を書いたのかわからないが、相手を突き止めるチャンスである。娘ちゃん、トイレ。待ち合わせ場所にいたのは双子の兄弟で、二人は街で生き残った信頼できる人たちを探し回っていた。彼らの誠実な人柄から出会えて本当に良かったと思う。彼らも助けが必要な時は連絡すると言っていた。おお、よかった。あ、良くなっていないのか。まあ、でも悪化もしてないんだもんね。あ、やった、やったやったやった。ラジオは使えない。良くなっていない。今日水与える。まあまあ治らないかな。栄養とって栄養。ボロのカバンを肩にかけた水ボらしい取引屋が訪ねてきた。シンプルな一度きりの取引を持ちかけてきた。あ、これ怪しいな。スープ缶1個でそのカバンと中身全てを交換すると言っている。中身は見えず、我々がその謎のカバンに近づくたびに取引屋は睨みを利かせている。応じないべきだと思うけど、でもこの人もきっと食料が欲しいんだと思うんだよね。あげる。あ、猫シャリコフ。取引屋を背にドアが閉じられるなり、カバンが激しく揺れ出し、きしむような世にも恐ろしい音を立て始めた。たじろいで壁を背に後ずさる。姿を見せたそのけも…やじ…け…あ、のは…気性の荒い家猫であった。威嚇する目でこちらを見たかと思うと、角に座って毛づくろいを始めた。首輪にはシャリコフとある。この猫の名前であろうか。シャリコフ。でもね、癒しができたね。ラジオラジオ猫たん。あ、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 息子よ。ママの病気…あ、アイテム集めは無駄に終わった。何も入手できなかった。めっちゃ BGM がいい感じに悲しいですね。困ったな。病気って治らないかな。
放置かな。別にでも空腹とか書いてないもんな。アイテム探し行きましょう。もう行かないとダメです。昨日言葉ゲームでメリー・ジーンがアンピーデ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 ーの綴りを知らないことが発覚し、ドローレスがひどくがっかりさせてしまった。ドローレスをひどくがっかりさせてしまった。メリー・ジェーンに家庭教育、いやシェルター教育をつけてやるべきだと主張している。そうですね、ドローレスは真面目だ。スペルエクササイズから始まったものがすぐに数学の復習に変わったかと思えば、短い物理コースになり、最後にシェルターのさまざまなものを修理した。え、すごい。メリー・ジェーンは疲れた様子だが、今日シェルターの状況が改善したことは否めない。ディミーはディミーはもうダメだ、絶望ですね。あれ、ママが行くしかないの？え、なんで？あれ、病気ですけど、死んじゃいますけど、なんで？疲労だから。あ、分かった。これカバンがあると持てるものが増えるのか。なるほどね、いっぱい持ってた方がいいかな。水一本持ってってご飯を入れて、よし。ママタン頑張って、早めに戻ってきてね。巻き目で巻き目で。メリー・ジェーンご飯いな、いるいる。ティミーも何か食べなければならない。でも餓死寸前まで行けるんだっけ。ティミーは死にそうだから、シャリコフがシェルターを家だと見て、見なしているなら仲良くできそうだ。持ち上げたり頭を撫でたりしてみるとしよう。猫とはなでなでされるのが好きなもので、シャリコフも例外ではないはずだ。あ、やばい。もし見当違いであればフレタとタン殺されるかもしれない。遊んでみるべきか。別にこれ遊ばなくていいんじゃない。だって仲良くしたとしてだよ。やめとこ、殺されたらやばい。狂った考えは捨てることにした。いい結末にはならない気がする。猫も同意しているようだ。メリー・ジェーンの食料は少ない。あ、やばい、ダメかな。悪くなる一方なの。この小悪魔を撫でようとすると、首輪に住所が書かれた紙を見つけた。前の飼い主が生存していて心配しているのだろうか。可能性は低くても訪ねてみるべきだろうか。行ってみよう。新しくできたふわふわの仲間を連れて瓦礫の中を散歩していると、すぐにトレンチコート、ハット、サングラスを身につけた2人の男と出会った。猫を見て歯を噛みしめると、探していたというのではないか。おお、おばあさんの愛猫なの。よかった。礼を述べて立ち去った。猫も気にしている様子はなかったので、これでめでたしだったのだろう。でも特に何もないというね。ラジオね、体力が残ってない、疲れてるよね。あ、でもティミー、あー、でも良くなってないからね。疲労だからな。前回の探索で車両がすぐそこの通りに止まっていることを知った。見た目は独特だが、細かな部分が見て取れる。距離までは近づかなかった。あれが悪党の罠ではないのは確かだろう。おお、送りましょう。メリー・ジェーンで。驚きの発見だ。汚れたアイスクリームトラックではないか。緑はボロく、あ、縁はボロく、車輪などの大事なパーツも抜けているが、座席はなかなかの状態だ。こいつで放射線地獄にさよならできたら最高ではないか。特にでも何にもなかったのか。でも使えるってこと？抜けてるけど大丈夫、よくなる、回復したティーミー。よっしゃ、大丈夫、空腹。まあいっか。まだドアをノックする音が聞こえる。開けようと決心するときはいつも緊張感が高まる。幸い今回は侵略者ではなく、以前知り合いになった兄弟だった。彼らは計画を立て、グループを作って小屋と小さな屋の野営地を作ろうとしているようだ。もし斧があれば彼らの設営を手伝いたかったね。手伝いたいんだけど斧ないんだ。こういうことね。タイヤとかがあればいいんだよね。タイヤとかがね。戻ってきた猫。戻ってきてるんだけど。本当に驚いたことに、本当驚いた。シャリコフが今朝シェルターに戻っていた。なぜ、あるいはどうやって戻ってきたのかわからない。我々のことが恋しくなったのか、それとも我々の両親が届いたのか。希望、
あるいはスープ缶の備蓄缶、それは時の水を知る。もうスープと水行きましょう。踊るゴキブリ、生きていてこんな光景を目にするとは。猫の大きさほどのゴキブリを見かけてしまった。あれを見ればどんなネズミも怖がって逃げ出すだろう。隙をかかってこちらを攻撃するなら殺虫剤。危ないところだったね。よかった。汚染されたゴキブリはもっとだ。嫌だ。どうだ、回復しないね、メリーゼーン。大きなクラッシュ音、驚きの悲鳴、天井から降ってくる破片。一日を始めるにはもってこいの騒動だ。シャリコフが新しいおもちゃを見つけたらしい。壁から引っ張り出した配線、何のケーブルか見当もつかないが、電気は消えてないし、それほど大事なものではないだろう。ケーブル取り上げてみる。ママ、あ、ママ、おかえり。ママ待ってた。え、あ、水増えましたね。え、あ、これも大事よと。あ、斧もある。外までワイヤーをたどってみると、反射をしたトラックを見つけた。中には驚いた男が2人、点滅する電球に囲まれている。なんという宇宙工学か。シェルターの中を盗聴されていたか。道端ピクニックという言い訳は頼りなく説得力なし。トラックに車輪もないダメだね。まあ、スープもらいました。病棟の位置でボタルをたくさん見つけた。2本プラス救急箱もらえた。斧ももらえた。おお、病院いいね。懐中電灯、あららら、壊れてしまった。まあ、しゃあないね。誰かに見られて後をつけられた可能性がある。うわー、注意しないとね。ここで薬使っちゃう。ママなんかね、ママとパパどっちか死んだらアウトで、パパもいないんで、ママ死んだらダメだからね。アイテム探しに行きますよ。匂いがひどい、臭すぎる。気づいてから本当に気になりだしてしまった。これでは病んでしまう。シャワーを浴びよう。石鹸はないが、これ、え、ガスマスクかな。ガスマスクをつけよう。まあ、これで匂いがね。なかなかだね。かろうじて意識を保っている状態だね。ちゃんとあげないと。スープがね、そろそろやばいよね。バッグ、斧、ガスマスク、これで、この2つでいきましょう。ティミー、いってらっしゃい。ラジオね、ないんですよね。あー、やばいな。あまり変わらず。え、なに、訪問セールスマン、こんなボロボロの世界で訪問セールスとかやるの。シェルターにやってきた。彼のことは、あー、被災前から知っている。チラシの束を持って、アストロシチズンとかいうものに加入しないかと勧誘してきたが断った。今度は物資を求め、その代わり国家機密を教えてくれるという。水だったらいいかな。なんだろう、国家機密。太っ腹な我々は物資を分けた。彼はアメリカが軌道上に正常な宇宙ステーションを所有していると説得してきた。ん、むしろ説得されてしまった。その男によると、爆弾が投下された時に爆発したというのだ。なんと虫のいい話だ。正常な宇宙ステーション、冗談はほどほどにしてほしい。腹が減って喉も渇いているあまり、脳がいたずらを働くようになったのだろう。もうダメだ、もうダメだ。空腹、喉がカラカラ、喉がカラカラだよね。え、エージェント説明聞くっしょ。この状況であれば、彼らはエージェントだ。政府ミッションを遂行する本物の生きた諜報員。一瞬だが身分証を見た。我々を盗聴しているわけではなく、対象はあの猫、この猫だったのだ。彼らから今後の依頼も受けた。ある文章を近くの住所に届けてほしいとのことだ。そうすれば物資やドーナツやアイテムでいっぱいの避難施設に入れてくれるらしいと約束した。ただし当然任務から生還した場合のみ救出するという。疲
近いうちにまた詳細を説明しに来てくれることを期待しよう。なんじゃそりゃ。うえ、うえ、やばい。アイテムがいっぱい入った。錆びた手押し車を押した商人がブツブツ交換か。まだいけんじゃない、まだいけんじゃない。交渉するのを断った。うんうんうん、納得いかないよね。そうだよね。なんだ、外に調達へ向かっている時のこと。衣服がボロボロの男性に出会った。このお年寄りはかつて町を放浪していたジムだと分かった。今ではこの荒れ地を放浪するようになったのかと思ったら、今度は我々のシェルターまでついてきた。石折りに来たやつ。いや、買わないよ石。え、でもお金とかいらないの？いらないんだったら買う。ドアを開けて笑顔で迎えた。彼はバッグいっぱいの石を我々に見せつけると、一つサービスしてくれるという。昔のよしみということらしい。一番いいものを選んだ。文句は言えないし、いい石だ。運も呼んでくれるという。空腹、喉がカラカラ。もう息子よ、帰ってきてくれ。空腹、上じゃないからいけるかな。あー、手伝いたいんだけどな、おの。あー、持って行っちゃったな、息子。ごめんよ。置いとかないとね。あ、おかえり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 。運、運があるから、石石。あ、あー、すごい。めっちゃスープ。あ、ラジオもあるんだけど。石買ってよかった。やった。必要なものをどこで手に入れるか店に決まっているだろう。もう原爆なんかどうでもいい。以前と同じように日用品を手に入れるためお気に入りのお店へ向かった。建物は廃墟と化してはいるが、なんとか残っていた。すごいよね。2015年、今は2019年。これ何年なんだろうね。やった、スープ4つ。やった、ラジオもやったよ。え、やば、え、やばくない？見て、これもある、あの救急箱。すごい。みんなお食べ。空腹、空腹、空腹、食べて。エージェントたちは紙コップに縄という紐というハイテクな装備で我々を呼び出し、次なる極秘ミッションを告げた。これでビップシェルターも近いという。本当かな。見たものを西に書き留めるよう求めている。こんなことは朝飯前ではないか。確かに。まあまあ死なれたら困るからな、メリージェーンかな。ねえ、早く戻ってきてほしいね。礼儀正しく要求に応じた。市民の責任を果たしたことに感謝され、近く詳細を持ってまた訪ねると約束された。水、水やばいな。あ、聞こう、連絡取ろう。あ、ラジオ。連絡が取れた。軍がやってきてくれる。あとは辛抱強く待つだけだ。あの兵士の事務的な声が状況を物語っていた。もうすぐ助かる。指示を聞くためラジオの電源を入れておこう。3つ、全部今んとこいけそうだね。誰かが扉をノックした時、かなり怪しく思ったが、扉越しに話してみると、ただのおばあさんの、おばあさん、おばあさん、おばあさんの集まりだった。原爆が落とされた時、近くでお茶会をしていたらしい。顔を見て話すのがマナーだと思い扉を開けたが、その途端、傘や杖で襲われた。今すぐ反撃するしかない。斧使っちゃう。もう反撃するしかないからね。え、マジか、斧失っちゃったか。あらまあ、おのー、これでなくしちゃうの？マジ？誰かが扉を必死にノックしている。開けるのは怖いが、いい知らせかもしれない。どうだろう。敵ではない限り、そんな人も喜んで歓迎する。それがたとえお隣のネットでも、原爆が落ちたとされるのはきっとネットのせいだ。え、どうしよう。パパ生きてたりするかな。敵かもよ。でも開ける、必死にノックしてんだもんな。開けるか。ガスマスクをつけ、道具を持った放浪者が、おー、優しい。生成水だって。だが俺を今に消え去ってしまった。ありがとう水。え、何かひどい病気に感染したようで、咳が止まらなくて耐えられない。あの探偵ミッションは危険だった。あー、じゃああれが、そこで何、牙まで武装したミュータントの猫や犬がギャングを
何これ鳴らして何と闘争を繰り広げていた。かろうじて生還できたがエージェントたちは努力を認めたようだった。このミッションに価値があったことを願おう、うちのバケツも変えなければならないし、セーフシェルターには浴槽付きの素晴らしいバスルームがあることを期待しよう。お願いします。病気、怪我は治る。病気やばいな。一旦みんなに、ダメだな、やっぱ大事にしないといけないからな。病気な、いける、頑張って。もう使わないとか、これは探しに行く。これ何、これ何、地図なんかあるのね。二人の男性に挨拶された。中世からやってきたようないでたちだ。そしてあの音の正体が分かった。一人は二つ石を持ってそれを打ち鳴らし、もう一方はスキップをして馬に乗っているふりをしていたのだ。あ、何の音だ、馬が走っているのかね。なるほどね、地図ないです、ごめんなさい。どうやらまずかったらしい。断ったのが全力で逃げ、木製の剣を振り回しながら、何これ、並木、なんとか木を刈り取ってやると叫んでいた。関わらないで正解だったね。ここはもうちょっと我慢。え、メリー・ジェーンは死んじゃうよね。あ、でも怪我だもん。ママに言ってもらいましょう。何にも持っていけるものなくない？マイル。ドローレスは地上へ向かう途中だ。いたいたいママ。遠い親戚はたくさんいるが、その中でもエイダおばさんは結構遠い親戚だ。田舎に住んでいて牛を数える機械を作っているのだろう。牛小屋に降り注いだ放射線物質もあまり気にしていないはずだ。彼女の写真を持っていただろうか。確かだいぶ前にコーヒーをこぼしてしまった後に本に挟んでいたような。やっぱり写真がガイドブックの間に挟まっていた。この本は役に立つな。外には武装した危険な女性がいたが、幸いにも弾薬を切らしていた。彼女はこの平野の動物たちを飼っている最中で、今度の獲物は巨大化したクモらしい。きっと精神的な負担がありすぎたのだろう。捕まえてどうする気なんだ。もし手を貸してくれたらお礼してくれるの。じゃあこれ使わないからあげるね。うん。彼女がクモを捕まえてどうするのだろうという好奇心から弾薬を渡した。彼女は何も言わなかったが、じきにわかるだろう。どうやら前回のミッションを成功させて信頼を得たようで、エージェントたちが新たな依頼を持ってきた。現場にいるエージェントに大盤振る舞いして、スープ缶と水をそれぞれ数個提供することにした。できないでござる。あいつは彼らがやってくれ。これ本当エージェントね。大丈夫このエージェント、うさんくさくない？あげなくていいよ。ナイス。少なくとも今回は、うん、それで良い。さすがにまずい傷。え、どうしよう。喉がカラカラ。ない。あー、もうなんでーなのー。間が悪い。白衣を着た集団が少し前に水を求めにやってきたとき、彼らの正体を疑ってしまった。そんな彼らが今日もやってきて注射を打ってくれた。何の注射かわからなかったが気分がいい。全てが輝いて、ちょっと待って待って待って、あかんやつあかんやつあかんやつ、あかん注射ですね、それはね。ママ帰ってきた。おかえりママ。あら、ガサマスコちゃんが、あ、おのおのおのボドゲ、よかった、無事に戻ってきてくれて。動物園をそう探索した。うんうんうん。おのと水二つもらえて、ゲームもらえて、ガスマスクがダメで、あ、にゃ、あ、傷癒えたって。あー、ないんですね、送りたい。やばい。あー、生存もタイミングが悪すぎる。これで懐中電灯あったらだって助けてくれた系じゃない。いや、送りたいよ、これ送るのが正解なんだよ絶対さ。ラジオ曲げない、これで一滴でちょうだい。疲れてるよね。空腹空腹、まあ、できる。
よう。誰かが下にいる。使っても壊れないかな。行かない。確実にこれをクリアしたい。だって斧これで消費されるんでしょ。いいだよ。なんだろう。狭く暗いトンネルに入ることはあまりいい考えではなかった。特にこの妙な音がする場所は何か嫌な予感がする。こんな恐ろしい気分になる場所とはないの。バーカ。壁に不思議なキノコが生えていた。食料不足が深刻である今、キノコを少しずつ食べてみるとはどうだろうか。大した問題ではないだろう。大した問題はないだろう。不思議なキノコでしょ。いやまだいいよ。あるもん食料。食べてみる。死なない。今日は一つ学んだ。トマトスープは美味しい。キノコはまずい。それが学べてよかったですね。はーい。悪党たちがドアを叩き始め、我々の持っているものを全て差し出して要求していた。要求に鍵を閉める。小さな錠が外の奴らを止められるとは思わなかったが、意外にも効果はあったようだ。何回か衝撃を加えたようだが、結局は諦めて去っていった。南京錠が元気をとどめていないぐらいに変形してしまって二度と使えないのは仕方がない。悪党に対抗できる手段を探してよくあったんだけどな。でもな。あ、これ怖くない？この人分。悪党たちに力を示すことができた。しかし今後やってくるときは数を集めてこなければいいのだ。本当ですね。これはイカれてる。至る所に雲がいる。スープの中や水の中まで奴らはどんどんやってくるし、しかもサイズもかなり大きくなっていく。こうなったら雲たちと戦争だ。これどうにかなるのかな。なんか大きな雲仕留めるってなんか言ってなかった？女の人仕留めに来てくれよ。あ、やった、やった。素晴らしい本はどんな窮地も救ってくれる。そう、本を使えば雲を殺すことさえできるのだ。正確に狙った一撃で雲たちは殺だという意味を身をもって知ることになる。その真っ最中に我々が置き忘れたであろうスープ缶を見つけた。ハンティングは楽しいものだ。よかった。もうそろそろね、もうそろそろ助けに来てくれる。あ、これじゃなくてね、おの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 。あ、地図。あったっけ。シャリコフが狂った毛玉のようにシェルターを走り回り跳ねたりするときは混沌と破壊に至るのが常だ。だが今回はシェルターの暗い角で小さな木箱を見つけたようだ。中には完璧な状態の地図。古いものかもしれないがきっと使えるだろう。ありがとう、ありがとう、シャリコフ。ティミーはスパイのようにこっそりと動き回ることができるが、シェルターの近くに待ってる侵略者を。ティミーなくなっちゃったの？あ、よし。よしよしよし。手にトゲが刺さってしまったが、仕事を終えることができた。まるで裏庭に木の家を作るようだったので、なかなか楽しかった。グループと彼らのリーダーも喜んでくれたようで、今後、設営が終わったら知らせてくれるらしい。これで遊びに行くことができるぞ。行ってきてちょうだい。やばいなぁ。斧、もういいもんね。斧もういいもんね。そうだよね。行きましょう。なんか手伝ったの消費されないんだったら、もう最初の方に置いといて使っちゃってってすればよかったね。全員配置につけー。ドアの向こう側には敵を持った連中が待ち受けている。到着してからたった5分足らずで奴らはすでに17回以上も我々をいたぶって殺すと叫んでいる。準備をした方がいいんだけど。あ、ないですね。なんでも娘にも耐えてしまいまして。終わりですか？あー、ここまでやったのに。マジで、なんでなんで娘が。嘘でしょうね。ここまでやんなのに。ここまで
2ヶ月も生き残れたのに。何の成果も得られませんでしたということで、もう今回ばかりはもうやり直す気全然さらさら1ミリもございませんので、もう皆さんよかったら私の代わりに救出されてください。よろしくお願いします。ということで、皆さんの冒険もシェアしてくださいね。それではバーチャルゲーマーキズナアイでした。またねー。